こんばんは、平井博明です。〇〇シリーズ第6弾、右脇を締めるとやばいです。ちょっとそれやります。今日平井博明のワンナップゴルフ、どこのことを言ってるかっていうと、ダウンスイング、バックスイングも含めダウンスイングがメインなんですけど、右脇を締める動作っていうのはすごく危険ですっていう動画の内容になってますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。僕が言ってるのは、アドレスから右脇を締めてバックスイングを取るとクラブをうまく立てられない方ってフラットになりやすいですよ。こういうで、これ良くなくて、結局こうダフってチーピン出たり、このままインサイドから来るから右に飛んでったり、ひどいとシャンクが出る。で、右脇っていうのはバックスイングではもちろん締めていただきたくない。体から少しこう遠ざかるように上げるんで、右脇っていうのはこうやって開いてた方がいいのね。で、これダウンスイング同様で、ダウンスイングで右脇をこうやってつけるとクラブヘッドって降りない。これ最近の理論じゃないんだよね、本当は。これってね、20〜30年前ぐらいには当てはまった。それはクラブが超重量級の時、要はクラブが自力でこう降りる重さのクラブなんかは締めても暴れないからクラブがストンと降りるんだけど、今ってクラブ相当軽くなってるから締めたら降りないんだよね。そう、だからトップ作って降ろす時にこうクラブと体の距離を変えないでこうやって同調して降りてくると、自然と右脇っていうのはあんま締まらないはずなのよ。だけど右脇は締めろって言って降りちゃうとこうやってなるんだよね。そう、ヘッドがこう降りづらい。だからヘッドがこうやって戻しづらいんだよね。前も動画で言ったけど、こうやってまっすぐ構えて、こうやって構えて、この状態で今両脇開いてるじゃない。右脇だけ締めると絶対フェースってこうやって開くの、うん、そう、これが入るんだよね。そうするともちろん右に行きやすい、でヘッドが戻りづらいから、ダウンスイングっていうのは右脇と体の関係っていうのはあまり変えないでこうやって下ろしていきたい。そうするとクラブフェースっていうのはまっすぐ戻りやすい。そうだ、それポイントだね。すごい。で、締めるのは左で、右はあんま締めない方がいい。アプローチなんかで俺はこうやって打つけど、そう、そういう状態をスイングもこうやって作ってあげた方がいいんだよね。こうガバッと、そうドライバーもそう。俺はやるけどね、全部。だからそれは本当にちょっと試しにやってもらいたいポイントだな。あれなのかな、左脇は締めたっていう動画出したじゃん。うん、のもあって、なんかさ、脇締めろ脇締めろってのがさ、右も締めちゃうみたいになっちゃったのかな。ああ、かもしんないね。話をつなげると、俺右手で打てって言ってるじゃない、うん、打てってことは右で動かすじゃない。そう、動かすパーツを締めたら動かなくなるでしょ。動かなくなる。そう、固定しちゃうもんね。固定しちゃうので、固定するんだったら左じゃない。で、左脇締めるでしょ。だから全部話つながるじゃない。そう、じゃあ左は固定して動かさないで右手を動かす、うん、そう、こういう意識、こう、うん、左はこうやって固定しながら右でこうやって動かしてるから、ずっとインパクトは戻りやすい。そうだね、動かすもんね。そう、こうやってね。で、こっち支点になってるからさ、これが一緒に行かないからさ、ずっと追い越すやん、こうやって。で、右手のスピードが速ければ速いほどテコの原理で、そう飛ぶんだ。そう、いいことばっかりじゃん。でしょ。そう、だから騙してないからそう、だからちゃんと使い方さえうまくできると、力みだったりそういうものが絶対うまく使えるんだよね。だから俺結構なお客様に言うけど、右手やばいっすよって、強さやばいっす本気でって俺結構言うけど、すげえ強いから。でも力みじゃないんだよね、もちろん。その分飛距離を出せてるから。で、それは使い方だから、こうやって使ってるだけだから、こうやって、それが大事。そう、だから左脇締めるんだったら左脇、右はこうフリーにしといてあげて、もういつでも使えますよって。右はこうやって、ああいうショット打ってあげた方が絶対楽。だからダウンスイングで右脇を締めるとやばいですっていう動画内容でした。はい、では気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。